でもちょっと戻りますけど、はい、若松さんのところでまあその人手として雇われて、うん、映画ってどういうもんだろう、どうやるんだろうっていうのを覚えてたのは一番多いのはその頃ですかそうだと思います、はあ、何から何までが衝撃的でしたからねちょっとそのかいつまんで教えてもらえませんか映画の現場って一番活躍するのがガムテープなんですよ、まず <laughs> <laughs> いや信じられないかもしれない僕もしんそういうこと葉がうう出てくるとは誰も思ってないガムテープ、はあ、映画でガムテープ見たことないけどと思って、はあ、でも何かあると「はいこれ動かします」とかってなって,こうやって「はいガムテープで止めて動かないように」とかってこういちいちガムテープで止めるんですよね。はあ、なるほどでじゃあ、はい、俳優さん立ち止まる位置ここですって言ったら「バミリ」って言うんですかそれもガムテープほらガムテープで貼れとか言って。 全部ガムテープでいけるんだであの部屋の中だと遮蔽処置っていうんですけどもう窓を全部黒布で覆って夜のシーンとかでも昼間撮ったりするわけですよね、うん、あそういうもんなんだそれもびっくりするんですけどうん、うん、じゃあお前早くガムテープで <laughs> 黒い布を貼れ黒い紙を貼れうん、うん、でふと気づくとどの部署もカメラマン撮影部も。 なんかあるとガムテープで貼ったりとか照明簿もライトをガムテープで固定したりとか <laughs>、うん、あれみんなガムテープ貼ってるって。うん、っていうことからスタートなんですよ。うん、すす <laughs> こんなにガムテープ使うと思わなかったよっていうこと,とか新鮮ですよねいや。びっくりですよ本当、うんうん、今まで生涯ガムテープもる丸々1個使ったことないよみたいな感じだったのに 2>, 2日で1個なくなるぐらいの勢いで使ってますよ、うん、<laughs> 自主映画の時にはそんなにガムテープはいらない使わないですねそれは大飛躍ですねいやもうも持ってったこともなかったですよ<う>ガムテープなんて、うん、あと毛布毛布,毛布 <laughs> 頼まないいやいや本当なんですよ